じゃあ始まります。湯徳トンネルの山頂からの景色はいかがでしたでしょうか。今日は天候にも恵まれまして、かなり綺麗な景色をご覧いただけたのではないかと思いますが、この斜面の反対側、神奈川県丸太の景色ですが、湯河原の町並み、真鶴岬、湘南の海岸や相模湾には初島、伊豆大島など、また対岸には三浦半島や今日は千葉県の房総半島のあたりまでご覧いただけたらと思います。そして今日は珍しく空気も澄んでいたためか、横浜にございますランドマークタワーや望遠鏡を見ているお客様からは、スカイツリーが見えたよというコールをいただきました。皆様はご覧いただけたでしょうか。はい、変わりまして、進行方向のこちらは静岡県側の景色です。はい、こちらで上りの10分の後、すれ違います。はい、右側には日本一の富士山がご覧いただけます。あともうちょっとの雲がなければ、全身ご覧いただけるんですが、そしてその左側、裾野の大きな山がございますが、こちらの方は足高山でございます。正面に一見すると湖内に見える大きな湾が駿河湾でございます。こちらの方も今日は空気が澄んでまして、この駿河湾を挟んで対岸、真ん中のあたりにうっすらと白い街並みご覧いただけますでしょうか。清水港や三保の松原の方面でございます。こちらの方もなかなか見ることのできない景色でございます。そして逆に手前側、真ん中のあたりに大きな町がございますが、真ん中より手前側が三島大社などがございます。水の都、三島市、そして奥側、海側の方が沼津市の町並みでございます。はい、まもなく上りの鉄道着いたします。出口が進行方向を向いていただいて右側でございます。ホーム階段ですので、お足元十分ご注意くださいませ。車内に合わせるもののないように今一度お確かめいただけますでしょうか。またケーブルカーを降りますと正面のところで改札を行います。乗車券拝見いたしますので、お手元にご用意くださいませ。